ドッカーバンク海戦。ドッカーバンク海戦は、第一次世界大戦の1915年1月24日、北海のドッカーバンクで起きたドイツ海軍とイギリス海軍との間の海戦。ドイツ帝国の太陽艦隊は、ヘルゴラントバイト海戦におけるイギリス海軍のデビット・ビーティー中将の勝利によって、実質的に封じ込められていた。この状況を打開するため、 ドイツ海軍のフランツンヒッパー少将は、巡洋戦艦隊を用いて、イギリス東岸の3都市に攻撃を行うことにした。襲撃は1914年12月16日の午前9時に行われ、スカーボロ、ノースヨークシャー州で18人の市民が死亡し、ビトビー、ハートルプールではそれ以上の市民が犠牲になった。イギリス政府は、ドイツ艦隊がそれほどの近海を航行し、 沿岸都市に砲撃を加えることができたことに憤慨した。この襲撃の成功に気を良くしたヒッパーは翌月、ドッカーバンクでイギリス漁船への断続的な攻撃活動を行うことを決めた。しかし、ヒッパーの艦隊はドッカーバンクでイギリス連合艦隊の迎撃受けた。イギリス海軍情報部は事前にドイツ側の暗号原文を傍受、解析しており、 ヒッパーの出撃計画を知っていた。双方の艦隊編成は、下記の通り、午前7時14分、イギリスの軽巡洋艦オーロラとドイツの軽巡洋艦、コールベルクが互いを発見、直ちに砲撃戦を開始した。はじめヒッパーは、このイギリスの巡洋艦を定時パトロールとみなしたため、太陽艦隊で殲滅するべく急行した。しかしコールベルクに後続していた。 軽巡洋艦シュトラルズンとは、オーロラの背後から接近するビーティの連合艦隊を北北西に発見した。ドイツ大洋艦隊を凌駕するイギリス連合艦隊の出現を知って、ヒッパーはイギリスの巡洋戦艦がドイツ艦よりも低速と信じて、当該海域からの退却及び基地のあるヘディゴランドバイトへの機を命じた。これに対して BT は追撃を指示。 戦闘は、同郊戦、両艦隊が同一方向に進行する回線に発展してゆく。同郊戦の場合、間列を維持しつつ、艦隊行動を取るためには両艦隊各艦の速度が重要である。この場合は、海域、進行方向ともに同一であることから、気象条件等を同一とみなして、各艦の初限から最高速を比較してみる。つまり、 最低速で比較すれば確かに両艦隊とも同速であり、ヒッパーの考えた通り逃げ切ることは可能だったかもしれない。が、BT は低速な2隻が遅れることを構わず、高速な3隻で追撃を行った。このため、イギリス艦隊はドイツ艦隊に追いつくことに成功する。午前9時までには、まずイギリスの第一巡洋戦艦隊が射程圏内まで追いつき、しばらくして、 第2巡洋戦艦隊も射程圏内に達した。両艦隊の距離が2 0キロメートルを切った午前9時5分頃、イギリス艦隊に攻撃開始の命令が下され、砲撃戦が始まった。午前9時9分、戦闘の機関ライオンがブルッシャに対し砲撃を開始した。イギリス側の巡洋戦艦5隻でドイツ側の4隻と対戦するに際して、BT は各艦の速力を考慮して、 イギリス艦隊の主力である第一巡洋船艦船隊がドイツの巡洋船艦3隻と交戦している間に第二巡洋戦艦船艦船隊がブリュヒャーと交戦することを考えていた。つまり、という役割分担を考えており、この命令は午前9時35分に発せられた。 だが一番の心臓巡洋戦艦であるタイガーの艦長 HB ペリーは各艦の速力まで考慮していなかったためセオリー通り余分な艦は機関に協力するべきと考えたこの場合だとドイツ艦隊の機関であるザイドリッツを主要艦2隻で攻撃するべきと考えモルトケと交戦せずにザイドリッツと交戦し始めたつまり戦況としては という構図になったわけである。さらにまずいことに、蒸気機関の黒煙が、風向きの関係で、タイガーの視界を遮っており、タイガーの砲撃は役に立っていなかった。実際には、ライオンの砲撃によって上がった水柱を、タイガー自身の砲火によるものと誤認してしまったのだ。実際には、タイガーの砲弾は、ザイドリッツロの3トル近くも離れたところに、断着していた。 ドイツ艦隊は追撃を振り切るのが主目的であったため、イギリス艦隊の機関ライオンに放火を集中させていた。午前9時43分、ライオンの13.5インチ砲弾がザイドリッツの後部艦艦に命中し、艦備側の手法等のバーベットを貫通した砲弾は、装填室で爆裂した。これに伴うザイドリッツの創薬の誘爆で、 後部官板上の砲塔2機が全壊し159人の乗組員が死亡した。ただ、担当士官たちの迅速な行動によって、後部火薬庫の爆発という最悪の事態だけは免れた。午前9時50分には、ブルヒャーもまたひどく破損しており、他の艦に遅れを取り始めていた。インドミダブルはブルヒャーへの攻撃を命じられた。この時点ではまだ、イギリス軍の艦船は、 比較的無傷であった。午前10時18分、レアフリンガーの12インチ砲弾2発が、ライオンの左舷側に命中し、一発はエンジンに損傷を与え、一発は石炭庫を浸水させた。これによってライオンは遅れ始め、30分後には左舷側のエンジンを停止し、11時には戦線から脱落している。午前10時30分頃までに、ヒッパーは、 ブルッヒャーの救出を断念し、運命に委ねることを決めた。午前10時37分、ブルッヒャーにプリンセスロイヤルから13.5インチ、砲弾2発が命中し、手砲弾が立て続けに誘爆して、原則の手砲弾や乗員の約200名が死傷するほどの損害により、急速に減速ししまった。午前10時50分までには、ドイツ戦隊の全滅もあり得そうだと、 BET も思っていた。だがその時、彼は、ライオンの右舷船首の方向に潜水艦の潜望鏡が見えたような気がした。そのため、潜水艦の罠を避けるために、左90度の急速旋回を命じた。潜望鏡に見えたのが、ドイツの駆逐艦が発射した魚雷だった可能性はある。あまり急激な旋回を行うと、ドイツ艦隊との距離が開いてしまうことに気づいた。BET は、 北東に進路を取れと命令し、旋回角度を四十五度に抑えた。だが、すでに、ドイツ艦隊は、イギリス艦隊を引き離していた。またさらに、BET は、敵の後部を攻撃せよと命令を下すことにした。ドイツ軍の攻撃で、無線信号は、遅れなくなっていたため、この命令は、旗流信号を使って各艦に伝達された。だが、この旗流信号を掲げる際に、 ライオンの信号士は致命的なミスを犯す。前日の北東に進路を取れの信号機を下ろさないまま敵の後部攻撃命令の旗を掲げてしまったのだ。この時戦線から脱落したライオンに上官していたビーティに代わって艦隊の直接指揮を取っていたのは自席指揮官のムーア少将であった。ムーア少将は不可思議な北東に進路を取れと 敵の後部攻撃命令の旗が同時に掲げられたのを見て、さらに北東の方向にはドイツ艦隊の列から遅れているブリュッヒャーがいたため、敵艦隊の後部攻撃を敵ブリュッヒャーの後部攻撃と受け止めてしまった。落語したライオンを除くイギリス艦隊の巡洋戦艦4隻はドイツ艦隊の追撃を中止してブリュッヒャーを囲んで集中砲火を加えた。 午前12時10分、ブルッヒャーは撃沈される。命令の誤認を知った BT は、再度の追撃を促すために、ネルソンの敵と接近して攻戦せよという有名な命令を出そうと考えた。だが、通信士は信号表からこの命令を表す信号を見つけられなかった。そのため通信士は、最も BT の意図に近いと思われる敵に接近し続けよ。 キープニアラ a r t ネミーという旗ではどうかと尋ねた。BT は了解し、その命令を下すことにした。だが、今度は、この命令は各艦には届かなかった。通信誌がもたついている間に、艦隊各艦との距離が開いてしまい、信号機が視認できなくなってしまったのだ。午前11時20分、ドイツ艦隊は、イギリス艦隊の射程外に離脱した。この海戦は、 損害の大きさという点ではさほど大きいものではなかった。が、影響という点では非常に大きかった。ドイツでは一部ではイギリスの巡洋戦艦、ライオンも撃沈したかもしれないと希望を持っていたが、ドイツ艦隊の負けであることは明らかだった。ドイツ皇帝ウィルヘルムはリスクの軽減は可能だったはずと表明し、太陽艦隊司令長官の フリードリヒフォインエノールを更迭した。ドイツ側はザイドリッツの火薬の誘爆を教訓として弾薬庫の保護を改善した。欠陥の修正はすべての戦艦、巡洋艦にわたり、翌年のユトランド沖海戦までには改善が完了した。それに対してイギリス側は戦勝による指揮公用はあったものの、この海戦で浮かび上がった課題に対してそれほど多くの 改善はななされていない。まず、不運とも言えるムーア少将は、艦隊司令官から外されている。BT の報告書では、ムーアの落ち度は責められていないが、完全勝利を逃したことに対する犯人探しの犠牲になったと言えよ。しかし、通信手順のミスを犯した、通信士は咎められておらず、翌年のユトランド沖海戦の序盤でもライオンは、信号発信の点で混乱している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。